皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生の国語、想像力のスイッチを入れよう、1時間目の内容です。この単元では、主に、読む力、事例と意見の関係を抑えて読み、考えたことを伝え合うといった力を、 一緒に伸ばしていきましょう。まず、はじめに、学習全体の見通しを持ちましょう。教科書の196ページ、197ページを開いてください。この説明文を通して、メディアとは何か、また、私たちはどう関わっていったらよいかを考えていきます。 捉えようでは文章全体を読んで大きく3つのまとまりに分けてみましょう。この文章には3つの事例が出てきます。筆者は何のためにこの事例を挙げたのでしょうか。深めようでは事例の効果を考えながら筆者の意見を見つけていきましょう。まとめようでは メディアとの関わり方について自分の考えを文章に書きましょう。194ページのもっと読もうなどを参考にしても良いですね。広げようでは書いた文章を家の人に読んでいただき感想を聞いても良いでしょう。この単元を通してさらにメディアに対する自分の考えを広げ、 深めることがでできたらいいですね。最初の課題は、事例を見つけ、文章全体を3つのまとまりに分けようです。教科書188ページを開けてください。音読しても、黙読しても構いません。読みながら、これが1つ目の事例だな、など意識できるといいですね。 では、動画を止めて読みましょう。それでは、教科書の本文に段落の番号を書きましょう。動画を止めてください。段落番号は1番から16番まであれば、正しく書けています。 文章を読んでいきましょう。筆者が言うメディアとは何でしょう。文章中の言葉を使って書きます。動画を止めましょう。回答例です。テレビ、インターネット、新聞などです。世の中の情報を得る手段のことを指しているのですね。 三つの事例とは何でしょう見つけたら、まるの事例のように名前をつけてみましょう。名前にはキーワードを入れるといいですよ。では、動画を止めてください。回答例は、事例1。マラソン大会の事例。事例2。 図形のの見え方の事例事例3サッカーチームの監督についての報道の事例などですキーワードはマラソン大会図形サッカーチームの監督ですこれらが入っていれば良いと思いますでは次に 文章全体を三つに分けたいと思います。これまで皆さんは説明文の学習の時に、はじめ、中、終わりに分けてきましたね。分けるときにヒントとなるのは、はじめに話題提示、問い、筆者の意見などがあったこと。また、終わりには問いに対する答え。 筆者の意見などがあったこと。さらに文章全体を通して段落の初めにある文と文をつなぐ言葉にも着目して分けてきました。この想像力のスイッチを入れようでは問いがないですね。三つ目のまとまりには事例は入りません。これがヒントです。まずは自分で分けてみましょう。 動画を止めてください。三つに分けられましたか確認しましょう。三つ目の事例の後に筆者の意見がありましたね。十五、十六の段落が三つ目のまとまりとなります。十四からが三つ目のまとまりかなと考えた人もいるかと思います。でも、 重要段落の始まりを読むと、ここに例示した報道はとありますね。ということは、13段落の内容が続いていることがわかります。では、1と2のまとまりはどこで分けられるでしょうかヒントは、想像力のスイッチを具体的に説明している事例を見つけると良いでしょう。考えたいときは、ここで動画を止めてください。 見つかりましたか想像力のスイッチを具体的に説明している事例は、サッカーチームの監督についての報道の事例ですね。となると、マラソン大会の事例と、図形の見え方の事例を、一つのまとまりと考えて良さそうですね。サッカーチームの監督の事例が、 二つ目のまとまりと考えられます。よって、一つ目のまとまりは1から6段落。二つ目のまとまりは7から14段落。三つ目のまとまりは15、16段落となります。本次の学習についてまとめます。この 想像力のスイッチの本文は事例から始まっています。そこで文章全体を読んだ時に筆者の意見が書かれているところを見つけることが大切ですね。1のまとまりでは2つの事例をもとに話題が提示され想像力のスイッチを入れてみることが必要なんだとわかります。2つ目のまとまりではスイッチについて事例をもとに さらにに具体的に考えることができます。3つ目のまとまりで筆者の意見がまとめられていてよく伝わるという構成になっていますね。次回は事例から筆者の意見を見つけたり筆者の表現の工夫を探ったりしていきます。またメディアとの関わり方について自分の考えを書いていきます。書き方のモデル文もありますので 参考にしてくださいね。これで、小学校5年生の国語、想像力のスイッチを入れよう。1時間目を終わりにします。